井田静子です。絵を描いています。制作には主にアキーラを使用していて、日本の東京で活動しています。父親が絵描きをしていて、物心ついた頃には自分にとって絵を描くということがとても自然なことでした。父親が集めていた様々な国の絵本や画集などに囲まれて育ったのも大きいと思います。今のような表現になったのは大人になってからですが、絵を描くということが自分自身を生きることと同じだというのは小さい頃から変わっていません。描きやすいですね。そうそう、スルスル伸びるので、で毛先もまとまりやすい。しっかりつけてもまとまったまま伸びてくれるので、ダマにもならないし、アクリルだとちょっとねダマになるから。はい、そうですね、はい。伸びはね、変わりないし、溶かしやすくなったかな。色によって前はちょっ と溶けにくいのもあったけど。私は影を、こう、紫っぽい、色を使うので、このラベンダーにいろんな色をちょっとずつ混ぜて使う、青っぽく、ラベンダーに青っぽくしたり、まあ一番上には描けないけど、最初の方は特に、これにこうピンクっぽいのを混ぜたり青っぽくしたりして使うことが多いですね。だから下の段階だとこれの色で、だんだんこう混ぜて違う色にしていくというのが多いです、こうなんかペリレマルンがすごく気に入っていて、ちょっと血っぽい赤だから、これもよく使います、こういう感じかな。今回新しいアキラオーロラピンク出たから、これも少し混ぜてやったりするかな。アキラのパール系は全部綺麗だと、3色とも綺麗だと思うんですけど、特にゴールドがお気に入りでよく使います。私はよく黒いバッグで、暗い画面を作るんですけど、それと合わせると、暗い画面とゴールドの対比が綺麗に出るので、気に入っています。さっと塗っても強い色面ができるし、存在感が、品のいい存在感が出て好きですね。
キメを細かくするのに書き込んでというか書いて、白っぽい色をかけてでまた書いてっていうのをあの10回ぐらい繰り返します。この後そうするとだんだんあのでこう最後の方はかける色を全部白じゃなくて場所によって変えたりします。影はちょっと濃くとかそんな感じだけど、うん、ですね、アキラが柔らかい絵の具だからなので、細かい伸ばし方をするのに日本画の柔らかい筆の方が、まあ、羊？ヤギか。ヤギの柔らかい筆の方が使いやすくて、ヤギの筆を使っています。ハケ目とかをぼかすのに筆の跡とかをこう綺麗にしやすいというのがあります。アクリルをやってた時からそうでしたけど、アクリルよりね柔らかいから焼き色はそうですねやりやすい。あとこう先が細くシュッとねなってくれるので、最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんもご自身の制作楽しんでください。